ちらは NEXCO 東日本です。午後2時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。18キロポスト付近の竹石インターから15キロポスト付近の幕張インターまでの区間に人が侵入したという第一報が入りました。続いて東関東道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。弾丸石川インターの手前3キロポスト付近を先頭に1キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路穴川よりお伝えしました。